国家座標とは、その国の位置の基準を言う。日本においては、測量法第11条で定められた基準に準拠した、緯度、経度、標高、平面直角座標、地震直行座標が、測量に限らず、様々な法令や、民間の地図や図面などで位置を表現する場合の基準として用いられ、国家座標となっている。同じ位置の数値が、複数存在すると、 社会的な混乱が生じてしまうが、国家座標に準拠、整合したものに統一されていることで、誰もが安心して、位置情報を利活用することが可能となる。国家座標とは、日本経緯度原点の座標と整合する座標である。国家座標とは、日本水準原点の標高と整合する座標である。国家座標とは、基盤地図情報の位置と整合する座標である。国家座標とは、 国土地理院の地図やこれを使用して作成される道路地図など一般の地図の座標と整合する座標である。国家座標とは日本経緯度原点等の測量の基準及び国家基準点の成果と整合する座標である。国家座標とは三角点や電子基準点と整合する座標である。国家座標とは国家基準点の成果と整合した緯度、経度、標高。 平面直角座標、地震直行座標などの座標値を指す普通名詞である。現在の日本の国家基準点成果は世界測地系の一つである測地基準座標系日本測地系2011に準拠しており、いわゆる国家座標である。これまでは基準日に固定した国家座標が用いられてきたが、日本では1年間あたり大きいところでは、 数十センチメートルの地殻変動の存在が確認されており、誰もが享受できるリアルタイム即位の精度が地殻変動を無視できないぐらいに高まってくると、三次元の座標値に時点情報を加えた四次元の国家座標も必要となってくる。時間を含めた四次元の国家座標は任意の時刻間の変換によって実現される。ありがとうございます。